はい、よろしくお願いします。今回は中学1年生の英語頻度を表す単語についてお送りします。で、今回ポイント含めて全部で12問ありますので、まず1回ね、動画止めていただいてぜひチャレンジしてみてください。で、やってもらった後に分かんなかったり不安なところがあれば、今からね、自分が全部やっていきますんで聞いてもらえたらと思います。いいかな。では早速ね、まずポイントからやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、まあ今回ね、頻度を表す単語ってタイトルがついてるんですけど、まず頻度を表す単語ってなんだっていうところもあると思うので、これ簡単に言うと頻度、つまりどのくらいっていうのを表現したいときに使う単語が頻度を表す単語と言います。で、その有名なのがね、この5個になるんですが、まずこいつら、まあ意味からいきましょうか。じゃあ1、2は後で読めます。じゃあ3からいくね。これ always と言います。 always で、これで意味がいつもです。あ、どのくらいなのって、いつもだよみたいな、そういう頻度を表したいと。で、次が usually で、 usually はこれね、結構先生によって意味が違ったり、まあ、教科書によっても違うのかな、だってすると思うんですけど、自分は大抵っていう。で、これね、あとは一応書いておくか、他の参考書には書いてあったんですけど、ちょっと伸ばしますね。普通はとか、普通はこうするよみたいな感じ。なんかイメージとしては、いつもってもう 100% じゃん。もういつも絶対やってるよ、みたいな。で、大抵とか普通はっていうのは、大体やってるの。まあ 90%、80% やってるんだけど、まあ、たまにやってない時もあるよ、みたいなイメージ。この大抵とか普通は、まあ、usually は。そんな感じで使います。よくやってんだけどね。で、次が often です。often。で、often も、自分がね、よく使うのは、しばしばと。しばしばほにゃららするみたいな感じで使うんですけど、まあ、これも参考書によってはよくなんていうのもありました。自分はしばしばでずっと使っちゃうんだけどね。で、これはまあしばしばってどのくらいっていうと、まあ、イメージは 5,60% ぐらい、まあ、よくやるよみたいな。でもいつもやってるわけじゃないし。で、頻度としてはだんだん下がります。これは一番やってる、いつもやってるからね。で、大抵は大体やってるよって、普通やってるよみたいな。で、しばしばだんだん落ちてくる、頻度としては。いいかな。で、次が sometimes。 sometimes これが時々やるよって、どんどん頻度下がってるよね。で、最後これは never です。7番が never で、これはどっちがいいかな。あ、待って、始まっちゃった。こっちの方が分かりやすいかな。一度もほにゃららない、つまり一回もほにゃららしたことないよって、一回もないよっていうのが never。また決してほにゃらないっていう風にね、習うこともあるんですけど、今回は一度もで書きましょう。まあ、この5個を押さえておけば、中学校の頻度を表すのはまあ大丈夫かなと思います。まあ、もちろんもっとあるんだけどね。はい、じゃあ復習でいきましょう。always、いつも。usually、大抵、まあ普通は。often、しばしばで、sometimes、時々の never が一度もほにゃららないです。いいかな。で、この単語、頻度を表すこいつら、5個の単語っていうのは使う場所がポイントで、その B 動詞とか一般動詞も習いましたよね。これ、ちょっと厄介なのは、B 動詞を使う文と一般動詞を使う文だと使う場所が変わります。同じ動詞なんだけどね、こいつら。で、何が違うかっていうと、B 動詞を使う場合、その、こいつらね、always とかこいつらは B 動詞の後ろに来ます。後でやる問題に関しては。まあ、ひとまず B 動詞の後ろなんだと覚えておいて。で、一般動詞の場合は、一般動詞の前で使えます。だから同じ動詞なんだけど、B 動詞の後ろで一般動詞の前。だから場所がちょっと変わるっていうのを覚えておいてください。では、行きましょう。まず1番じゃなくて、8番が、彼はいつも忙しいです。彼はいつも忙しい。で、まずね、まあ慣れてしまえばね、パッて書いてもらって構わないんだけど、慣れるまでは、その頻度のやつ、いつも、これだよね。こいつを除いて、まず文書いてみます。例えば、彼は忙しい。ですよね。he があるから彼はカット。で、busy、忙しいだよね。カット。あれ、あと何が入るんだって。これ、抜けてるんですけど、彼はいつも忙しいですなんだよね、本当は。だから、ですがない。だから、b 動詞ですよね。で、he にくっつく b 動詞は is なんですよ。ちょっとごめんね。喉が。is。だから、文を作ろうと思ったら、He is busy って言えば、彼は忙しいですなの。で、まあ、どっちがいいかわかんないけどね。He is busy。
で、それにいつも always をくっつけたいんですよ。じゃあ always をくっつけたい。でも元々の文は be 動詞を使ってるから be 動詞の後ろに入れるので先に is が来ます。で、 he is always busy って言えば彼はいつも忙しいですと、これで完成となります。いいかな。で、次です。私は時々夕食を作ります。まあ、時々作るんだね。で、これもまず時々その頻度を表す単語をちょカッコつけといて、私は夕食を作りますをまず完成させちゃいましょう。で、愛があるので私はカット。で、ディナー、これ夕食ですね、がカットします。で、残りは作りますなんですけど、まあ夕食を作る、基本的にはクックを使ってください。これメイクでも間違いではないんですが、まあ区別は後で話します。で、今回はね、クックを使いましょう。クックね。で、クックは一般動詞です。一般動詞だから sometimes を使いたいんですけど、一般動詞の前に sometimes を使うので先に行きます。Sometimes. で、cook. I sometimes cook dinner. って言えば、私は時々夕食を作りますが完成になります。ここがポイントだね。使う場所。いいかな。で、さっきの cook と、まあ、メイクの違いなんですけど、メイクディナーも OK なんですよ。別に夕食作るっていう風に。で、何が違うかっていうとね、まあ、クックはその加熱料理、火を使って料理するときにクックを使うって言われます。じゃあメイク何かっていうと、例えばじゃあサラダ、野菜をちぎって、まあ、サラダ作りました、火使ってないですよね。そういうときにメイクを使うなんて言われてるので、まあ厳密にそこまで覚えなくてはいいんですけど、まあひとまずクックの方が無難かなと思います、中学のうちは。よいしょ、いいかな。では次です。私は大抵朝食を食べますと。大抵、これね、大体食べるんだけど、たまに抜けちゃうんだよね。朝食食べない時もあるけど、まあ、大体食べるよっていう感じ。大抵はね。じゃあこれもカッコつけておいて、まず私は朝食を食べますから行きましょう。で、愛があるから、私はカット。で、ブレックファースト。これが朝食ですね。あと、食べる。で、食べるは、eat。で、朝食を食べるはハブでも OK なので、まあ一応カッコハブにしておきますけど、まあ食べるはね、eat で一応勉強してきてるので、まあ eat で行きましょう。で、eat は一般動詞です。だから一般動詞の前、ね、前に大抵、usually を入れたいので、先に来ます。usually。で、eat breakfast。で、完成となります。で、すげえ細かいことなんですけど、usually、まあ、この中でね、個人的な、今までの生徒を見てきた中で個人的に思うのは、usually が一番間違いやすくって、どこ間違えるって、この A 抜っこが多いんだよね。これはね、ちょっと、なんでかっていうの分かんないんだけど、割とこのミスが多い、イメージがあるので、まあ usually の A を抜かないように気をつけてください。あとは L をダブり忘れるっていう。これ、L を1本だけにしちゃうとかね。そういうミスも出やすいんでね、気をつけてください。で、11番ですね。これは前回やった、前回の動画ね。ワットの使い方、丸2のところと、ちょっと、まあ、繋がった勉強なんですけど、土曜日、あなたは大抵何をしてますかっていう。では、大抵が入ってるんで、まあ、ちょっとカッコしときましょう。なので、土曜日、あなたは何をしていますかっていう。これ、前回のそのね、勉強のやつで、何をしてますかって聞くときは、まあ、決まり文句みたいなのあるよみたいな勉強してて。そこはね、復習なんでちょっとさらっと言っちゃいますけど、これでね、What do you ほにゃらら。で、何してますかっていう時の動詞何使うかっていうと、do 使うっていうのをやりましたね、前回。だから、What do you do って言えば、あなたは何をするのって聞くことができます。What do you do で、あなたは何をするのっていう。で、そこに大抵がくっつくんです。で、この do っていうのは、こっちは一般動詞の do ね。こっちは助動詞なんですけど、だから一般動詞の do を使いたいから結局大抵、さっきと同じ usually は動詞の前に入れなきゃいけない。つまり do を入れる前に usually が入ります。こうやって What do you usually do ってこうなる。これであなたは大抵何してますかって聞けてる。で、あとは残り土曜日にって入れたいので、曜日の前は on です。 on で、土曜日だから最初の文字ね。
Saturday。 What do you usually do on Saturday? ってやれば、土曜日あなた大抵何してんのっていう、土曜日何やってんのみたいな聞いてる感じ。そしたら答えてる、大体買い物行ってるよみたいな、なかなかやるねって感じだね。まあ大抵買い物に行ってるよっていうことなので、まずまあもうカッコ毎日やっとくか最後ね、大抵、まあ、usually を使いたいと。で、買い物に行くなんですけど、まあ、行くっていうのは、go、まあ、go を使うんですよ。go ってやりましたよね。で、go を勉強したときに、今まで、go to ほにゃららで使うよっていうのをやりました。まあ、これセットで覚えちゃってね、なんて話をしたんですが、買い物に行くって to 使わないんですよ。入れちゃダメなんです。で、これ最後の単語、これ、ショッピングってやつです。日本語で言うとこの。言いますよね、買い物のこと、ショッピングするなんて。で、発音としては、ショじゃなくて、シャに近い、ショッピングみたいな感じになるんですけど、go shopping って言うと、買い物に行くなんです。これセットね。go shopping ね。これで買い物に行く。まあ、だから go を使ってるから結局、一般動詞を使ってる。つまり、一般動詞の前に入れなきゃいけないんで、ここに usually を先に入れて、go shopping を入れれば、私は大抵買い物に行ってるよ。っていう返事を完成することができます。いいかな？まあ、なので、今回に関してはその頻度を表す単語。まあ、この5種類を押さえるからほんとね、いけると思うので、まずこいつらを意味とね、書けるように押さえてもらって、で、使い方です。B 動詞の後ろ。このようにね。B 動詞だったらその後ろ。で、あと一般動詞の前。で、例えば長文をね、みんなが読むときとかに結構出てくる。この sometimes とか usually とか always。出てきたときに、これなんだっけってドギマギせずに頻度を表す単語。だから always があったら、自分だったらね、長文に書いてあったら普通にこう、どこだ？こうやってカッコつけちゃって、そのこれを除いたやつで一回訳させる。慣れるまではね。I eat breakfast。私は朝食を食べるか。あ、usually 大抵だよね。だから私は大抵朝食を食べるって訳せばいいのかみたいな感じでもできますので、ぜひね、今回この子たち覚えてあげてください。では今回は頻度を表す単語やらせていただきました。今回の授業はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。